皆様に集まりいただいたのは他でもない。何その喋り方。この中に朗読をする人がいる。お前や。そういうことです。やめろ転がすなよということでね、今からたくさん物語を朗読していくので、いいよそんなには。メモしてください。なんでよ。僕がこれから喋ることはとっても大事なことです。そんなことないです。一文字たりとも記憶しないでいいです。テストにも出ます。出ません。何のテストですか。それでは参ります。テンションおかしいぞお前。プロ野球への道。野球選手ですかね。僕の趣味は言うまでもない。野球でしょ。無免許運転だ。何してんだよお前。無免許で運転するなら危ない。今日のパートナーは君にするよ。やめろ乗せるな人を。無免許やろお前。乗るなよ車に。そういう乗るなお前。免許持ってないって乗ったわ。やめろお前。あお。そう言うとお気に入りの13輪自動車に乗り込んだ。何それ基本13輪。相場より9多いけど9 奇数増えることあんのタイヤって。前から数えて4番目のやつ何輪だ。いつものように規制を上げ。やめろよ無免許運転同様1回目やったもんな。規制を上げエンジンを上げると、あーとかしか無理だ。そうやらんとつかんの13輪やったら。エンジンをかけると早速走り出した。こうやって走るよ。広大なトウモロコシ畑を時速200キロで駆け抜けた。出しすぎや。13輪もあったら200キロが出るわけないよ。そんなお前気持ち悪い物体が200キロで近づいてきたら全員逃げろぞ。気色の悪い。後ろからパトカー風の車両がサイレン風の音を鳴らして接近してきた。何が来たの。何が来たんですか。パトカーじゃないかもしれんねん。でサイレンじゃないかもしれんねん。そこの君止まりなさい。あ、じゃあ警察やないかな。警察風の男からそう言われると、まだ分からんの。僕は迅速に停車した。警察風の男がピストル風のものを構えこちらに接近してくると。ピストル風って何よ。君の着ているパーカーはどこで買ったんだ。車気にならん。パーカーええと思うわ。何色のパーカーを着てたとて車気になるよね。13輪やからね。君の出てきたそれは何やってなるよね。そ、君は今何から出てきたんやそれと私に問いかけてきた。市役所で買いました。嘘つけ売ってるか。何番窓口でもらえねえそのパーカー。そう嘘をつくと、まあまあ嘘や、なんで嘘をつくね。詐欺罪の疑いで逮捕されやりすぎやろ。ごめんごめんねぐらいで終われや。警察署風の建物に連れて行かれると。何やね警察署風って。居抜きか。警察署が居抜きで入った。なんかおい。中で取り調べ風が行われた。何やね取り調べ風で。警察風の男が顎風のものを触っている風にしながら、顎風のものって何。これでも食えと。あ、そうや。カツ丼風のパンを出してきた。カツサンドやねん。さっきから実態言えんかったけどそれだけははっきり言う。カツサンドやそれは。ところで君の名前は。最初に聞きやよそんなもん。免許証かなんか見ろよ。無免許やったこいつ。そいつは三浦和義です。え、キングカズちゃん。職業は。ああ、サッカー選手。女スパイダーマンです。全然違った。全然違った。知らん。そう答えると全身タイツのセクシーやった。名誉毀損罪の疑いで再逮捕された。やりすぎや。もう警察風すぎるって。ついでに窃盗罪で書類送検されると。ついでにで積み着せられたらたまったもんじゃないですけどね。何すんの。市役所でパーカーどうすんだよお前。それやろ。売ってるやつちゃうねん。誰かのやお前それ。地下の牢屋に収監された。もう詐欺あって窃盗あってんです。名誉毀損もあったら終わりやそれ。次の日になると何事もなかったかに釈放された。そんだけ積み重なってって何で次の日に出れん。それからの僕は心を入れ替え、そうやな、プロ野球選手の道を目指した。なんでや。終わってない。まだ終わってない。プロ野球選手への道いかがだったっすか。ほんでなんでトウモロコシ畑におったの。あと助手席に誰かいるよね。そうや忘れてた。君に決めたみたいな言ってた。誰かいるよね助手席に。まだトウモロコシ畑で13人の中にいるよ。なんか
この物語を読み終わった時に、うん、僕はプロ野球選手を目指しました。失敗してるやんちゃう。今はこっちの道でやってます。こっちの道ってない。ざっくり言いやがってお前。それでは次の物語生かさせていただきたいと思わさせていただきます。思っとけんな。君と僕たち、僕たちパンでパン、バカにしてんのか。君はそう言うと、鉄パイプで僕たちを殴りつけた。なんでや、せめてしょうもないダジャレ言うなでいけ。しょうもないダジャレ言いながら来るな。君のパワーに圧倒された僕たちは、頭から血を、鼻からカスタードを流していた。きっしょ、きっしょ、お前両方流れてんの体に。アンパンマンの世界のハーフかな、クリームパンダちゃんのハーフか。続けて君はアンパンチと言い、アンパンマンなんじゃその人、かかと落としを繰り出した。アンセ手でやる、せめてなんとかギリギリでかわした僕たちは、君の背後に素早く回り込み、持ち合わせたソロバンを君の後頭部に投げつけた。何で持ってるソロバンなんて今の時代。僕たちで何人いんの。それが全員素早く背後に回り込んだ。俺その様ちょっと遠くから見たいんだけど、めっちゃ気になる。唯一の弱点である後頭部に、大体そうだよ。生き物である以上後頭部は弱点言わんで、別にダメージを受けた君は膝から崩れ落ちると、あ、もう脳震盪起こしてるよ。踏みの字に倒れた。踏みの字踏みの字、え、大の字じゃなくて開いてない。ここが、ここがちょっと足がちょっとなんかシャベルみたいになってるな、毎回。ここ開いてるのは何なの。今だ、やつを封印するんだ。封印、通りすがりの犬がそう言うと、犬が喋ったって一回ない、ない、それ。僕たちは倒れた君に唾を吐きながら、なんでやねん、お経を唱え、あ、封印やからね、がむしゃらにコマネチをした。何のために、コマネチは封印術じゃないから、小粋なジョークやから。小粋なジョークやからね。封印を始めて2日ほどが経つと、長っ、ヤクルトレディを名乗る男が現れた。騙されてるだよ、お前。お前騙されてるぞ、おい、気づけ。そいつヤクルトレディじゃないぞ、なぜなら男だから。なぜなら男だから。あなた方が噂の勇者様ですかと聞いてきたが、勇者複数おるんやな。しばらく無視を続け、なんでよ、無視すんなよ。ヤクルトレディって嘘ついてまで来てるんやから、ちょっとぐらい相手してやれ、かわいそうに。ソロバンを投げつけると、持ってたんやな、一回拾ったんから、二日もあるから。二日もあるから、その間に一回拾ったんや、困るちゃってる。男は深呼吸を始め、大きく膨らみ、やがて破裂した。化け物なん、それもそれで。その後一週間が経ち、君の封印が完了した。長かったな、やり続けたん、コマネチとツバとお経と。封印された君の姿を見た僕たちは、互いの健闘を称え合い、まあ勝ったから、風下に向かって兵をした。風下に、マナーはちゃんとしてますってか、やかましだ、ボケが。君と僕たち、いかがでしたか。いや、いかがでしたもん、何もない。だって終わりが兵で終わる、封印が完了したで終わればよかったよ。この物語は、君と僕の続編です。あったね、君と僕って話。この後にも物語はあります。タイトルだけでもお伝えできればと思い、今調べます。調べます。そちらの物語はですね、君たちと僕たちとあの方々です。続いてるんよ。気になる方はぜひチェックしてみてください。そんな感じで、そんな感じで。友達感えぐ、最後。そんな感じで、そんな感じで、今日も朗読をさせていただきました。僕は何を言われても朗読をし続けます。いや、そんな大事にするのちゃうよ、これ。時には僕のことを殴るやつもいるかもしれません。これでないよ、誰も思い入れないもん。それでも僕は朗読を続けます。ないって別に大丈夫やって。なので僕のことが気に食わないっていう方がいたら、ないって別に諦めてください。ないって、僕は朗読を続けます。やれやがって、ボケが。明日も朗読を続けます。あらやんな、まあ死ねんねん、まあ。やり続けて死ねん、最後までやって死ねんだ。ということで、またどこかしらでいつかしらお会いしましょう。ふわりするな。それではさようなら。キンモイバイバイ。
チャンネル登録をしないと僕があなたのチャンネルを登録しますよ。どういう意味？